はい、皆さんこんにちは。今回の動画は三重県特殊サーフスポットマリーナ川毛を紹介します。マリーナ川毛は名古屋駅から車で約1時間20分くらいの場所にあります。小型船舶操縦士講習や試験も行われており、クルーザーは375席収容可能です。駐車場も綺麗に整備されており、サーファーの方は魅力の海沿いに駐車するように案内看板が出ていました。狭い道路なので譲り合って通行しましょう。水シャワーは無料で使用することが可能です。トイレも完備されています。伊勢湾のシーフード料理が食べれるカフェレストマーメイドでは、予約すればバーベキューも楽しめます。南国感あふれる看板に惹かれて入店すると、店内の雰囲気も良い感じです。ビールは紙コップスタイルで提供されます。エビが2匹乗っているシーフードパスタ、トマトソースにエビの風味が融合しています。シーフードカレーも具材たっぷりで美味しかったです。他にもお子様メニューなどもありました。マリーナ川毛は基本的に波がありませんということで、三重県でサーフィンするならもう少し南下して大野浜まで行けばサーフィンすることが可能です。波が穏やかなので、サップクルーズ&ヨガ教室は有料ですが不定期開催しています。基本的には女性だけですが、女性同伴なら男性も参加可能みたいです。詳細は概要欄チェックしてください。マリーナ川毛でサーフィンできるのは台風で外海が荒れた時だけ。台風接近時に波が高くなるポイントなので、風が強かったり荒れたりすることもあるため、細心の注意を払って入水しましょう。台風接近時の早朝にマリーナ川毛に来てみました。サイズアップ予報なので焦らず待機しています。そんな時に大活躍するのがインフィニティチェア。概要欄に動画のリンク貼っておきます。2時間ほどのんびり待機していたら、風が急に強くなり、波も徐々に高くなってきました。駐車場もほぼ満車状態です。台風接近時にサーフィンしに来ている人たちなので、上手な方がたくさんいました。沖に出るタイミングも重要です。それにしても風が強いです。混雑しているところは避けて、空いているスペースでサーフィンしてきました。休憩挟みながら大体4時間ほど楽しめました。台風接近時はこんな感じで急にサイズアップすることもあるので、来てすぐに波がなくてもしばらく待機すればワンチャンサーフィンできることもあります。まとめです。今回紹介したマリーナ川毛は、伊那古や神野浜がクローズとなった時にサーフィンができる可能性があるサーフスポットです。普段は波が全くないところなので、こんな感じの風景を見ているとワクワクします。皆様も訪問してみてはいかがでしょうか。川毛マリーナでサーフィン、最高に楽しかったです。